連合国遠征軍最高司令部は1943年から第二次世界大戦が終結する1945年まで活動していたヨーロッパ北西における連合国軍の司令部であるドワイト・ディ・アイゼンハワーアメリカ陸軍大将が最高司令官を務めていた政府の立場自体は欧州連合軍最高司令部や大西洋連合軍などと似ているが 組織として異なっていることに留意すべきである。アイゼンハワーは1943年12月に地中海作戦船域司令部からロンドンのキャンプグリフィスで組織されたシェイフへと転じた。ここに隣接した通りは現在でもシーフウェイと呼ばれている。シェイフのサンボーラはコサックのサーフレデリック・エチワース・モーガン中将とレーバーカー少将によって立案された。 オーバーロード作戦の外枠を受け取った。コサックに任命されたモーガンは、アイゼンハワーと面会する前の1943年3月中頃に、ヨーロッパ進行計画を練り始め、計画の最終策定版が1944年6月6日に実行された。計画は、アイゼンハワーと進行の初期段階における全地上部隊の指揮官である。 バーナード・モントゴメリー大将により最終的な策定案へと形を変えていった。進行が始まった後も、政府は十分な戦力がフランスに上陸するまでイギリスに残されていた。この時点でモントゴメリーは全地上部隊の指揮官としての任務を終了し、ノルマンディの共闘補党翼に展開するイギリス第21軍集団の指揮を取っていた。一方、共闘補正翼では、 オマール・ブラッドレイ中条を指揮官とするアメリカ第12軍集団が新たに設置されていた。ノルマンディを突破した後、連合国軍はドラグーン作戦を発動する。この作戦はジェイコブ・エル・リバース中条指揮下のアメリカ第6軍集団が担当した。南仏進攻開始の時点で、米第6軍は地中海作戦戦域に設置された連合国軍司令部の指揮下にあったが、 一ヶ月後指揮権は、シェイフへ譲られた。この頃までに三個の軍集団は、西部戦線に展開し、以後終戦まで戦った。戦線のうち、A、第21軍集団は、北部、米第12軍集団は、中央部、米第6軍集団は、南部での作戦を担当した。1944年12月、シェイフは、フランスのベルサイユにある、 トリアノンパレスホテルに移動した。その後、1945年2月に、ランス、ドイツ降伏後の5月26日に、フランクフルトアムマインへと移動した。政府は、アメリカ陸軍、自由フランス軍、イギリス陸軍、そしてカナダ陸軍に所属する3個、軍集団を指揮下に収めていた。これは、西部戦線における単一の作戦に割り当てられた部隊としては、 最大規模のものである。これら地上部隊に加え、ネプチューン作戦において、多数の海軍戦力を指揮したほか、二個戦術空軍を指揮下に置いていた。ネプチューン作戦においては、イギリスに展開する戦略爆撃戦力もシェイフの指揮下に収められていた。1944年2月1日、ロンドンでの会議にて撮影されたシェイフの指揮官ら。左から順に、 ブラッドレイ米陸軍中将、ラムゼー海軍大将、テッターエ空軍大将、アイゼンハワー米陸軍大将、モントゴメリエ陸軍大将、リーマロリー空軍中将、スミス米陸軍中将ナチスドイツの降伏後、連合国軍の部局としてのシェイフは1945年7月14日に解散したが、アメリカ軍においてはヨーロッパ戦役軍が役割を引き継いだ。 ユスフェットは1947年3月15日にヨーロッパ軍と解消された。ありがとうございます。